後世、乱品時代後世は、中華人民共和国の政治指導者、女優、毛沢東共産党主席の4番目の夫人、三島省出身、文化大革命を主導し、公職女皇と呼ばれた。文革末期には、王公文、長春教、楊文元と4人組を形成し、中国共産党内で影響力を持ったが、毛沢東の死後に逮捕、投獄され、死刑判決を受ける。 無期懲役に、原型の後、病気治療科離釈放中に、北京の居住地で自殺した。後生は、女優時からの名乗りであり、出生時の名は、リシクモートもリススムとも言う。毛沢東の監視に、リススム同士に当てたものがある。小学校入学時には、リウンと名乗る。後生と解明する前には、乱品として、広く知られた。中華民国の三島省諸条件で生まれ、 災難死の中流家庭で育つ、両家への結婚を求めた母は、李に転職を施したが、李はすぐに、これを説いた。1929年、災難で、三等省実験劇院に進んだ後、国立鎮魂大学の図書館で副司書として働く。1931年に、最初の結婚をするも2ヶ月で離婚した。 この頃、チンタオ大学での学生運動の指導者で、共産主義者であった、ユ・ケイと知り合い同棲するようになる。その影響で1933年に、中国共産党に入党した。しかし同年、そのユ・ケイが、中国国民党政府に、反政府活動の角で逮捕され、死刑宣告を受けた。映画雑誌の表紙を飾る。その後、一時災難に戻ったが、後上海へ移った。その後、 上海において、乱品の芸名で、女優活動を始める。上海の外国疎開における、社交界でも有名人となり、ブルーアップルと呼ばれ、もてはやされた。しかし、主演映画には、恵まれず、唯一の主演話劇、ダヘシャゲの野良役以外の作品は皆脇役、早くであった。また、同時期、時代の長寿であった、再演、王明を、 乱品時代から一方的にライバル視するが、主演をめぐり、女優の世界ではことごとく、王明に敗れており、これに恨みを飲んで、後の文革での迫害につながった。1934年に、俳優、映画監督、映画評論家で知られた、藤治と結婚した。結婚式は、公衆六話党の下で行われた。長短だ当時の上海芸能界のスター3組の、 合同結婚式であり、大変華やかなものであった。しかし結婚生活はうまくいかず、挙式2ヶ月後にはランヒンは他の男性のもとへ走る。当うおさむは精神的に不安定になり、2度自殺未遂を起こしている。これらの騒動は大スキャンダルとなり、会員を犯したランヒンが上海芸能界で活動することは事実上不可能になった。この間に後生の出演した。 映画、欧朗後はヒット作となり、欧朗後の役名そのものが、独身期間の長い男を表す慣用句となった。内容は、独身期間が長い、貧しい労働者の欧朗後の人生と抜け出せない、貧困の苦しみを描いたもので、後世は貧困の苦しみにあえぐ、欧朗後の妻を演じている。1937年にようやく、とうとの離婚が成立したが、8月には、 第二次上海事変が勃発。蘭貧はかつて同棲していたケイと共に上海から脱出し中国共産党の本拠地円ンまで歩いて移動した。この時から蘭貧は後世と名乗っている毛沢東と共に円安に到着後、路人芸術学院で演劇を教えていた。かつての人気女優であった後世は都会的で比較的スリムな美人で男ばかりの円安で、 戦争の的だったという。やがて、毛沢東と出会い、二人は交際を開始するようになった。この時、後世は25歳、毛沢東は45歳だった。しかし当時の毛沢東は、吉子人と結婚しており、後世との関係は不倫であった。毛沢東は、吉子人と離婚して後世と結婚をすることを決めた。しかし不倫関係が元であり、さらにスキャンダルで広く知られた高生を、 毛沢東の妻とすることに対する危惧感が、主得や周恩来といった幹部たちの反発を招くことになる。結局、毛沢東は結婚の条件として、後世を政治の表舞台に立たせないことを約束させられたという。幹部たちの反発はあったものの、日中戦争真っただ中の1939年に毛沢東と後世は正式に結婚した。翌1940年には、 一人娘の離突が生まれた。第二次世界大戦を経て、国境内戦の結果、1949年に毛沢東を中央人民政府主席とする中華人民共和国が建国され、後世はファーストレディとなったが、この頃には体調を崩し、ソビエト連邦で療養生活を送る。帰国後の1960年代前半から、後世は政治活動に参加するようになり、 かつての約束は保護となった。後世は、大テルミア総敬礼といった女性政治家にライバル心を持った。1962年9月、インドネシアのスカルの大統領夫人ハルティニが訪中した際に、毛沢東と共に艦隊の席に姿を見せ、人民日報に初めて家夫人として取り上げられ公にされた。 これはその前に接待した大手ルミとハルティニプ人の模様が連日人民日報に報じられたことに反発した構成が毛沢東を通じて公式の場に出ることを図ったものだった。またルーマニアのチャウシェスク大統領夫人エレナとも親交を結んだ数千万人の合社を出した大躍進政策の失敗で国家主席から失脚した毛沢東を支え流暢期の打倒を 毛沢東に進めるようになった。これがやがて文化大革命につながったやがて1966年に始まる文化大革命で4人組の一人として活躍し、世界中になうと驚かせることになる。1966年8月に中央文学小祖第一副組長に就任、革命的現代バレエを主張、劇などの伝統芸能を排斥し、会は、 多くの名優と演目を失うことになる。この背景として、女優として活動していた彼女は、それなりの評価をもらっていたものの、正当な演技の訓練を受けていない自分を、演技派女優として高く評価してくれなかった。演劇界に対して、個人的演差があったと言われる。1969年の9全大会、1973年の10全大会で、中央政治局委員に選出。 高生、社とハ春らを使って多くの人物を冤罪に陥れ、長春京、王公文、楊文元との4人組を政治局で結成。林表の失脚後の10全体会以降は文化大革命の主導権を握る。表向きは夫、毛沢東の忠実な部下を装い、私は主席のためにパトロールする保証に過ぎませんとよく口にしていた。 嫉妬深く自分より優れたところのある女性は容赦なく、攻撃し、王テルミを逮捕、投獄させたり、周恩来の幼女で女優の孫伊王を死に至らしめた。また、1967年には、女優生命を自分で立つきっかけとなった、芸能界最大のライバル、中国演劇界の長寿、王明を、彼女の夫、シャワカノエと共に牢獄に送って迫害し、看板死に至らしめている。 なお、この時は、吉シコに対して激しい嫌悪感を持ち、同じ町で宿泊することすら耐えられなかったという。後世は、個人的に伝統芸能を好んでいたが、それを自分以外から取り上げることに、全く両親の過酌を感じていなかった。文革中は、伝統芸能の打破を積極的に進めていたが、自身は慶徳チなどを愛し、熱心に収集していた。さらに、 1976年には復活した東商兵を再度失脚に追い込み、非臨飛行運動によって、州本来の追い落としも図ろうとした。しかし同年の毛沢東の死の直後に、四人組の一人として逮捕された。1980年より、他の四人組や林平事件の関係者と共に裁判にかけられ、1981年に死刑判決を受ける。 4人組裁判の法廷においては、これが一種の政治裁判であることを批判、嘲笑する言動をたびたび行い、何度も大抵処分を受けている。もっとも裁判では、毛沢東の責任を検証しないなどそうした側面があったのは事実で、それゆえに、後世の言動が裁判を茶碗劇から救ったと逆説的に評価する見解もある。1983年には、 無期懲役に減刑された。1984年に病気治療科に釈放されていたことが彼女の自殺時の報道で明らかにされた。1991年5月14日にがんの療養のため病気治療科に釈放中に北京の居住地で首吊り自殺した。古新聞の片隅に書かれた、盲主席あなたの生徒あなたの戦友が今、会いに行きますというのが一緒である。 後生の自殺については6月4日になって、ようやく進化者より発表された。後生本人は、聖火の山東小所場に埋葬してほしいと、遺言状に残していたが、トラブルを懸念した、高沢民が、娘の離突を説得し、2002年に、北京の北京福田共同墓地に埋葬された。また、葬儀費用約5から6万円は、離突が負担させられた。墓石には、 先ははリうんつるの墓1914年から1991年、娘娘婿子外村根流と掘られ、後世の墓とはわからないようになっており、また埋葬者の名前も刻まれていない。死後も悪女として、なお派生娘の離突が迫害を受けたり、日本では生態公らと共に悪女として、なお連ねた番組が放映されるなど、中華人民共和国のみならず西側諸国では、 悪人としての評価が定着したが、中華人民共和国内では、毛沢東を主役にしたドラマで、賢女として描写されるなど、一部で美化しようとする勢力がいることも伺える。A.B. ハリソン・ソールズベリー、天安門に立つ、新中国40年の奇跡、日本放送出版協会、1989年、PP129 から130当時の日本の新聞でも、 珍しいや猛主席夫人と報じられた。記事には、ハルティニプ人と会ったのは9月29日とある。ベアー、エドワード・キス・ザ・ハンド・ユー・キャノット・バイト、ニューヨーク、バロア・ブックス、1991ページ195、文革構成横人、スイカ不用・フソーヨー、ゼ12市。http コロンスラッシュスラッシュヒストリードットピープルドットコム。cn、n 20、2014。 0210C372327 から 24312174HTML2015 年12月1日閲覧。暴かれなかった厚生婦人の墓一族婦剣、不豪の子孫も。産経新聞。http コロンスラッシュスラッシュ s a n k i j p m s n c o m ワールドニュース131226 CHN13 兆1226億853万 2N1HTM2013 年12月26日、閲覧、女たちの中国日本テレビ2009年放映、文革の女帝構成が夫、毛沢東を支えた検祭に、再評価のきっかけか中国レコードチャイナ、李氏水、毛沢東の私生活上官文芸春秋、1994年、 p243 ただし本書の内容の信憑性には議論がある提案文に立つ pp253 から254決総例上的構成、対イクロメン部表情法法も http://news.ifeng.com/.history/.zhiqing/.dl2011112-06 11135418-0-SHTML2018 年8月21日、閲覧、エルパーナスモアブレインウェイボースフレンテス E.N.L. ルテセア、ムンド。ルイナスティジテイルズ、httpwww.luinastigitales.com、ディスクミサド、ディスクミサドルパーニスモアブレンバースフレンテス1、2018年8月16日、閲覧。 ラガルタデパーン、エーマオラバダポルミラティンツ、クイバンエイイントレナース、エーチャイナ。インフォービー、https、w w w i n f ビードッ c o m ポリティカ、2017-07-08、ラカルタデペロンエーマオラバダポルミラティンツ、クイバンエイイントレナース、エーチャイナ、2018年8月16日、閲覧、1974年、厚生遺全国女性設計的、 国ぶく、一切公値。略称なり、不売乱在倉庫。総分詩人、httpshk サイン。com。A。二十七エトレイジー七イーサンシー六千九百二十一エド二十九 CCB 四千六イーよん。十五イーよん。ビットエ零五。F 六百五十四イー百六十二万千六百三十五 F 四 F 十二ビット。C 九十四万六百十九。 C22C2018 年8月21日、閲覧、功能香お中国服装史中国旅遊出版社1995年、P387、厚生財神上、敵生活、高肉法等野用意、法王、 ュュ com t s、h t t p n e w s i f e n g c o m h i s t o r y z h o n g g u o x i a n d a i s h i t l 2 0 1 2 0 7 2 8 1 6 3 7 3 0 8 4例、shtml2019 年6月20日、閲覧、ありがとうございます。